今朝、マタニティフォトも公開した平野ノラさんです。安定のギラギラしたバブル期の服装です。現在、妊娠6ヶ月でお腹の赤ちゃんも安定期に入り、ちょうどミラーボールと同じ大きさになったので報告したということです。平野ノラさんは来年2月、人生というお立ち台の上でおったまげーと産声を上げて、ノリノリのイケイケな元気な子を産みたいと思います。 バブ子かバブオかはまだ分かりませんがバブリーにバブバブ言うことは間違いないと直感と肩パッドで感じておりますと <laughs> コメントしています。